マリウス翌後編は、オランダの政治家、労働党党首。第一院議員や、第二次、国政権での法務副大臣、アムステルダム市長を歴任した。2003年の総選挙では労働党の首相候補にも、選ばれた。ハールレムのリベラル系ユダヤ人共同体にて生まれる。1960年から1966年まで、地元のギムナジウムで学び、 1971年に、不老人間大学法学部を卒業。不老人間大学卒業後は、来電大学大学院に進学し、1981年6月に、博士号を取得。同年9月には、マーストリヒト大学に入り、法学部設立準備委員会の委員長となる。1983年9月に法学部教授を経て、1991年1月からは、 総長に着く。1993年7月2日、第3次、ルベルス政権下で、教育副大臣に就任するものの、翌年辞任し、第1委員議員の身分のまま大学に戻る。1998年8月13日には、議員も辞職し、第二次、国政権にて、法務副大臣につき、難民の入国に制限を加える、新たな移民法の策定に当たった。 公編と、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチン副大臣職を2000年末をもって、実施、翌年1月15日に、アムステルダム市長となる。同年4月1日深夜、同性結婚法施行と同時に、同性のパートナーと結婚式を挙行。映画監督のテオファン・ゴッホが2004年11月、イスラーム主義者により殺害される。この事件により、 国内に緊張が走る中、後編は一人ムスリム共同体との融和を、時緊張緩和を演出したことから、翌年のタイム誌にて、ヨーロッパの英雄とのタイトルと共に、後編を称賛する記事を掲載した。2006年1月27日に市長を続投すると表明し、市議会での承認を経て、2007年1月15日から2期目が始まった。人身売買や、 薬物蔓延など、各種凶悪犯罪の撲滅を名目に、同年末から売春施設の一層に取り組んでおり、跡地には高級ブティックなどを誘致する方針。ありがとうございます。